小平一平串田中朝国美術館は東京都小平市にある公立美術館。所蔵品は田中の没後、遺族から寄贈を受けた作品が中心である。常設展示では田中の代表作である鏡獅子や広牛、田中の作品の中でも人気の高い気楽棒などが展示されている。また、2年に一度、たま数年に特別展示が行われている。 当該施設は田中の旧宅である記念館と作品を展示、保管するために後から新設された展示館からなっている。小平一平区市田中彫刻美術館彫刻用原木小平市平久市伝中彫刻美術館記念館田中が生前、生活していた邸宅、大屋根の包茎作りを特徴とする書院作り、昭和44年、 田中が98歳の時に建てられたため、別名、98僧院とも呼ばれている。設計は、国立農学堂の設計で知られる、建築家の大江博士。田中が100歳の時に、20年後の制作のため、取り寄せた彫刻用の原木も見ることができる。小平市一平久市田中彫国美術館記念館、庭園庭園枯山水庭園の中庭に庭と、南庭があり。 南庭は玉川浄水の木々を借景として作られている。四季折々の花が咲き、訪れる人を楽しませてくれる。特に、1月から2月にかけて、見頃となる梅は見事。中庭は、岩き渡る太郎。南庭は、柴又定尺店水景園を手掛けた。長井楽山の作。後に改修を、伊藤国恵が手掛けた。田中の没後、作品を展示。 保存するために記念館の隣接地に新設。設計は、大江広市の次男である、大江新。以下の記述は2010年4月現在。中学生、中学生、150円団体20人、以上110円。小学生、小学生、150円団体20人、以上110円。ありがとうございます。